はい。皆さん、こんにちは。バネルグルビッシュです。では、今回は、継続の決断法バブキット、ヤーマードドッグをリベンジ、続けていきたいと思います。前回、トラック沖を攻略することに成功して、まあ、太平洋における拠点を確保することができたんですけども、まあ、この間にですね、アメリカ軍がマリアナ沖に艦隊戦力を集中させているということで、今、マリアナ沖の敵のね、艦隊戦力、アメリカ海軍の艦隊戦力見ていただいているんですけども、全部で3個艦隊、第5艦隊、さらには、第6艦隊。まあ、かなりのね、艦隊戦力が入ってきているなという感じがしますね。これを一つ見るだけでも。で、まあ、ちょっとこれらの戦力を、まあ、どう撃退していくかというところに尽きるんですが、まあどう見てもね、艦隊戦力の差が大きすぎる、まあ、とはいえこのままここを放置しておくわけにはいかないので、おそらくアメリカ軍の艦隊戦力の、まあ、約半分が、今ここに集中しているんじゃないかなというふうに見ています。で、その他で見ると、まあ、中部太平洋にね、もちろん艦隊入っていて、さらにミッドウェーにも艦隊が入っている。まあ、こういう状態で見るとですね、まあ、明らかにこのマリアナ沖に敵の艦隊戦力が集中しているので、今回はこのマリアナ沖で敵艦隊を撃滅しておきたいと思っています。で、そのためにもちろん我々も艦隊戦力整えてまして、まずは第一艦隊。今まで超過が1機体制150機艦載機で対応してたんですけども、洋上基地型に改修した飛竜、これが104機。搭載しているので、これを投入していきます。他は防空艦で固めています。で、第3艦隊が超ヤマト亡き後の帝国海軍の早期艦超武蔵、あとは第15、第16と潜水艦隊で固めている状態ですね。ちょっとどうしようかな。これ第4艦隊に重武装系が入っているので、ちょっと第1艦隊と第4艦隊の編成を少し見直しましょう。ここは確実に敵を撃破しておきたいので、洋上基地型の空母の護衛艦を減らしてでも攻撃型の従順を、あるいは軽巡を増やしましょう。これでいこうかな。そうすると第一艦隊は、艦艇の約半数が空母の護衛、残り半分が敵艦隊への攻撃、第三艦隊は全部打撃艦隊になっています。で、第15、第16は潜水艦隊ですね。ではこれらの戦力を一気にマリアナ沖へ投入していきましょう。なんとしてもここで敵艦を全艦撃破と行きたいところですね。その他偵察だったり、あるいは船、航空機の製造はやってあります。では時間を進めましょう。まあ先に敵艦隊パラ沖に侵入ですね。ちょっとこれを先に逃げ切りをいつもの通りやっておきます。はい、パラ沖を逃げ切りましてね、パラ沖に敵の第5、第9、第10と入ってきたので、まあこれは少なくてもマリアナの戦力がダウンしている可能性が高いので、マリアナ沖を取る絶好の好機ですかね。では艦隊戦力投入していきましょう。雨がいきなり降ってくれたりするとね、むちゃくちゃ助かるんですけどね、ちょっとさすがにそうはいかなかったか。敵の位置をまずは探りましょう。と同時に味方からは攻撃機を発艦。
超武蔵からの艦砲射撃始まってますね。敵の直縁が出てるな、早くも。敵の直縁の展開が早いな。さあ、敵の艦隊の位置発見。ここに正規空母3。敵の基地破壊がどこまで進むかだな、ここに関しては。第2艦隊の方の指示を出していきます。敵の空母まず1機仕留めたいラバウルですね。ラバウルを撃沈。そしてもう一個大きな艦隊がいるので、第二艦隊、武蔵はこちらへ向かいましょう。危険を承知の上で。で、ちょっと時間を止めます。第一艦隊の方から、そうだな。従順、軽順を引き抜いて、敵の艦隊に当てる。残りの艦隊は、待機。まあ、そんなところですかね。武蔵に敵の攻撃が集中するのはしょうがないね。なんとか超武蔵が、いや、これだぞ。むちゃくちゃな攻撃食らってるな。なんとか残ってくれ。もうそれしか言えない今は。武蔵に攻撃が集中、なんとかこらえてほしいな。ただ武蔵はここで撤退させよう。もう、ああ、おう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 、ちょっと待ちます。武蔵はなんとか耐えてもらうしかない。で、航空攻撃を加えて敵の基地を破壊しておく。先に敵基地を破壊で、第2艦隊から第2艦隊ちょっとやらかしたかな。武蔵は撤退させる。うわ、武蔵はもう撤退することすらできない。武蔵に関して言うと機関が喪失ですね。残念だな。なんとかこらえてほしかったけどな。武蔵が撃沈されるとなると今後の被害担当官がいなくなっちゃうからね。それはそれで大問題だけど。はい、超武蔵が撃沈されましたね。ここはしょうがないかな。さあ、こちらは敵の大型艦を沈めに行く。潜水艦がやられるのはしょうがないね。ちょっと待ってね。第二艦隊の動きが緩慢だな。了解。水溶艦沈没。敵の飛行場の破壊は完了したね。敵飛行場破壊。
最後の敵飛行場、これの破壊もやっちゃいましょう。いやー、敵の戦力が相当だな。ちょっと待ってね。これ見ると、高速従順がうまく働いてないので、高速従順をちゃんと動かしましょう。なんとか敵の空母をね、射程に捉えるところまで持ちこたえてもらいたい。で、空母は敵の基地を破壊しておきます。あとは航空戦に挑みましょう。潜水艦がうまく働けてないんだな、おそらくね。ちょっと無言になっちゃってますけど、ちょっと必死で操船してます今。なんとか敵の空母をね、一隻でも多く仕留めておきたい。敵の基地攻撃は完了ですね。 OK だ。さあ、空母の方はこっからいよいよ敵の攻撃に向かいましょう。待たせたなという感じかな。まだ1日目ですからね。いやー、濃厚な1日目だったなー。味方の損害もかなりでかいですけど、敵の損害も決してね、ぬるいものではないはずですからね。まあ、超ヤマトを失った代償はあると。まあ、その代償分のね、戦果をしっかり上げていきましょう。敵の空母を追っていく。
追跡しておくことは結果的にね、敵の位置を味方の空母に知らせることにつながるので。敵空母の足を止めたい。いやー、敵の空母仕留められないかな。ちょっと軽巡のね、射撃だと厳しいのかもしれないですね。おお、仕留めた。レンジャーを撃沈しましたね。じゃあ、あとは敵の残りの艦隊戦力をあぶり出していきます。どっかにまだ残ってるっぽいですからね。お、マリアの浮き取ったね。ちょっと敵味方の損害大きいので確認していきましょうか。まず味方ですが、潜水艦隊がほぼ壊滅ですね。4隻を残し壊滅。第3艦隊もほぼ壊滅だな。まあ、超ヤマトはじめ、重武装重巡が1、2、3、4、5、6、7、8。重武装軽巡が1。合計9隻が撃沈されたのが第3艦隊。一方、第1艦隊は、まあ、生き残ることができたという感じですかね。厳しい戦いだった。一方、敵の方ですが、三つの飛行場は全破壊。さらに、第8艦隊から正規空母4隻、これを撃沈。第6艦隊からは正規空母2隻を撃沈。第13艦隊からは、護衛空母、軽空母1隻撃沈してます。なんとかマリアナ沖取ることができたという厳しい戦いでしたね。さて、マリアナを沖取ったことによって、敵の艦隊戦力をだいぶ後退させることができたんじゃないかな。確認していきましょう。うわ。軒並み、スパイが見つかっている。はい。ではね、ちょっとマリアナ沖の大海戦ということでご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。マリアナ沖に入った艦隊は、まあ、ちょっとダメージが大きいので、一度、トラックじゃなくて、日本に戻しましょう。で、艦隊戦力のね、立て直しをしっかりやっていくと同時に、超ヤマト、超武蔵が撃沈されてしまったので、これをね、新しく総機関として建造していきたいというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。